皆さんこんにちは藤見市危機管理課ですこちらは台風などの水害の際に逃げ遅れを防止するため有効とされているマイタイムラインの作り方を紹介する動画です是非この動画を見ながら市の発行している防災ガイドブックにあるマイタイムラインを作成し災害に備えましょうマイタイムラインとは住民一人一人の 防災行動計画であり大雨によって川の水位が上がるときに自分がとる防災行動を整理し命を守る避難行動の一助とするものです台風が直撃する3日前は何をするのか近くの避難所はどこにあるか避難する際は何を持っていくかなど事前に考えておくことが大切です マイタイムラインの記入用紙は令和3年度に市で発行しました富士見市防災ガイドブックの最終ページにございます富士見市防災ガイドブックをお手元にご用意をお願いしますお手元にない方は市のホームページに富士見市防災ガイドブックを掲載しておりますのでそちらをご使用くださいまずはじめに 記入用紙上部にあります家族構成を記入します。続いて周囲の状況を記入します。避難に支援が必要な人がいるか、避難所以外に避難を受け入れてくれる場所などを記入します。例えば安全な地域にある親戚宅などです。記入が終わりましたら、 記入用紙中断のマイタイムラインを記入します警戒レベルが左から1から5まであり台風接近などの状況により実行する行動を整理します記載例などを参考にご自身やご家族に必要なことを記入しますまずは台風が発生し接近する可能性がある場合の 事前にししておくことをリスト化します持ち出し品の準備避難経路の確認やその他必要なことを記入します続いて警戒レベル3高齢者等避難と警戒レベル4避難指示の欄に避難をするタイミングを記入します高齢であるないに関わらず避難に時間を要する方は 警戒レベル3での避難をお願いしますそして、警戒レベル4で避難を完了してください。一番右の列の警戒レベル5、緊急安全確保についてですが、逃げ遅れた場合などの命を守るための最善の行動を記入します。2階や崖の反対側の部屋に避難など、 命が助かる可能性の高い行動を記入します下段左側に持ち出し品の例を記入していますのでこの欄と防災ガイドブックの4ページを参考に皆様に合ったものを作成します記入用紙下段中央事前の確認を記入します富士見市防災ガイドブックを参考に 自宅の浸水する深さ、河川との距離、最寄りの避難所、避難経路、距離と時間、ペットがいる方はペット避難に必要な持ち出し品を記入します。最後に、避難判断を記入します。危険だと感じたときは警戒レベル発令前でも早めの避難をお願いします。 作成したマイ・タイムラインを周囲の皆様と共有してください。